気候。気候、気候とは、その地域を特徴づける大気の状態、あるいは気象のこと。具体的には、天気、気温、降水量、風などの傾向を指す。本校では特殊しない限り地球における気候について記述する。気象と気候は、いわば表裏一体で、似たような意味を持つ部分があり、混同される場合もある。 明確に使い分ければ、気象は、現象に焦点を当てた言葉である一方、気候は、時間的、種類的に多数の気象の組み合わせからなる傾向、パターンに焦点を当てた言葉である。地球上どの地域においても、気象、気象現象は毎日、毎年、あるいは数日などの周期で繰り返し似たような表情を、見せる。気候は、気象観測を積み重ねていき、 このような繰り返しの一周期を一区間として統計により割り出すことで科学的に分析することができる。結果、例えば、ロンドンは霧が多い、日本の夏は高温多湿であるといったことが分化。そして観測の精度や統計方法は気候の分析結果に大きな影響を与えるので注意を払う必要がある。気候は長期間観測した時の平均的な 傾向から分析される。その比較対象期間は普通数十年間であり、平年値は世界気象期間 WMO によって基本的に比較時点の前の30年間と定められている。比較対象期間内において気象要素の値や気象現象の様子は平年値を中心とした一定の範囲内に収まるが、気象には日々年々の変動が存在し、その推移は 数学でいう非線形の変化を見せるのが風である。非線形の変化の中では突出した値が出現することもあり、それは一般的に異常気象という形で現れる。異常気象の比較対象期間は世界気象機関によって25年間、日本の気象庁では30年と定められている。また、日々年々の変動よりもさらにスケールの大きな気候変動と呼ばれる変化も存在する。 これは数十年以上の周期でゆっくりと気候が変わっていくことを指し、一般的に異常気象とは認識されないが、人類の生活や生物などには大きな影響を及ぼす。人類史上においても気候変動による海進や解体、植生や生物症の変化、それらによる生活環境の変化などが起こっている。過去数十年現在までを扱う現在気候に、 対して近代気象観測が始まる以前の気候を古気候といい年輪や氷床コアといった気候変化が生む二次的結果から逆に気候を推定する現在気候を対象とする学問が気象学同様に古気候を対象とするのが古気候学である気候学においては地域を特徴づける気候を面的な広がりから分類する気候区分がよく用いられる 全世界を一別する気候区分としては、植生の特徴、生因などから分類した欠片の気候区、口実が広く用いられる。気候といえば、陸地の気候を指すことが多い。海洋、海面にも気候は存在するが、人間が定住しないという点から一般的に注目されることは少ないが、航海や漁業にとっては重要である。気候学の専門用語に、 気候系、気候システムという言葉がある。一般に多用される言葉ではないが、気候という概念を捉える上で重要である。気候は、熱炎循環、炭素循環、温室効果に代表されるような、熱や物質の循環の中で形作られるため、その中で起こった変化は循環の中へ波及する。より小さな具体例で言えば、地球における糸やその地域の周辺の海陸の分布、 地形に起因する大気の流れ、風、水の蒸発量、湿度、海流、気温などの要素が気候を形作っている。また、植生の違いや生物による活動、工業などの人間活動も気候を形作る要素である。気候学では気候に作用するこれら一つ一つの要素を気候因子という。気候因子の変化は気候を変化させる一方で気候の変化は 気候因子を変化させるという相互作用が成り立っている。地球上では大気、大気圏、海洋、水圏、陸上、地圏とそこにまたがって存在する生物、生物圏が一体となって気候を生み出している。これは各要素の相互の関係によってできた、いわばシステム、系のようなもので、これを気候系と呼んでいる。生物を取り巻く環境を 生態系と呼ぶ考え方とよく似ている。気候系の各要素、気候因子は常に変化をしているが、お互いの変化が相殺負のフィードバックというされたり、相乗効果、性のフィードバックというを生んだりして、大きなスケールで見れば安定して、バランスをとっている。気候に最も大きな影響を与える因子は緯度であり、基本的には緯度が低いほど温暖に、 緯度が高いほど寒冷になる。また、緯度に影響される面が大きいため、同じ気候帯は南北ではなく東西に伸びることがほとんどである。ただし、地球の時点軸は23.4度傾いているため、時期によって同じ緯度でも太陽から受け取る熱量が異なり、このため季節が生まれる。例えば十二月から二月にかけては南半球が太陽の型に向けて傾いているため、 南半球の受け取る熱量が大きくなりこの地域は夏となる。逆に北半球はこの時期冬となり気温が低下する。6月から8月にかけてはこの反対で北半球が太陽の型に向けて傾いているために北半球が夏、南半球は冬となる。しかし他の因子もかなりの影響を与えており中でも風景と海流の影響は大きい。 風に関して最も大きな要因は貿易風である。貿易風は赤道付近の熱帯収束帯で空気が温められて上昇し高緯度に向けて移動した後緯度20度から30度付近の亜熱帯高圧帯で冷却されて下降し赤道付近に向けて移動するいわゆるハドレー循環の一部である。この循環によって常に上昇気流が発生する 赤道地方は一年中大量の降雨がある熱帯雨林気候となり、一方で常に下降気流の発生する亜熱帯高圧帯の地域は年間の降雨がほとんどない砂漠気候をとっている。この気圧帯は太陽の移動に応じて南北に移動するため、上記の2地区の中間の地域に季節によって降雨をもたらし、この地域にサバナ気候及びステップ気候を形成する。このか。 偏西風も気候に大きな影響をもたらす。海流はその地方の気温に大きな影響を与える。暖流の流れる地方は同緯度の他地域に比べて温暖になり、また寒流の流れる地域は他地域に比べ気温が低くなる。この傾向を最も如実に示しているのがメキシコ湾流である。メキシコ湾流はカリブ海地方から 大西洋を横断して西ヨーロッパを通り北極海へと流れ込む海流であるが、この海流の運ぶ熱量は膨大なものであり、湾流の流れる西ヨーロッパの大西洋岸やイギリス諸島、ノルウェーの大西洋岸やアイスランドなどは井戸に比べて非常に温暖な気候となっている。また、この海流の影響下にある地域は、 同じ気候の特徴を共有しており、西岸海洋性気候という気候区分の名称の元ともなった。逆に、南極寒流によって取り囲まれている南極大陸は、他地域からのの輸送が阻まれるために極めて寒冷な気候となっており、大陸全体が氷床によって覆われている。このほか、寒流の流れる大陸の沿岸では、海水温が低いために上昇気流が起こらず、 雨が降らい地域が多い。こうした砂漠は海岸砂漠と呼ばれるほか、各大陸の西岸にできることが多いことから西岸砂漠とも呼ばれる。海岸砂漠は大気が安定しているために降雨に至ることがほとんどなく、砂漠の中でも極度に乾燥した地域となることが知られている。海流だけでなく海そのものも気候に大きな影響を与える。 海から非常に遠い地域においては水蒸気が供給されないため降雨が少なく砂漠性の気候を示すことがある。また逆に海にほど近い地域で山脈が風景を遮る形で走っている場合、海からの風に含まれる水蒸気が山に当たって降雨をもたらし湿潤な気候となることが多い。海は陸に比べ温度が変動しないため一般に海岸部は内陸部よりも 気温の変動は穏やかになる。こうした大きな因子のほか、その地方の地形や標高なども気候に影響を与えている。標高は高いほど気温が低くなり、同じ緯度でも低地が温帯であるのに対して高地が冷帯に属するなどという子は珍しくない。また標高が上がるほどに乾燥限界は下がるため、低地が砂漠であっても高地がステップ気候に属するような場合もある。 気温、降水量、風、湿度、気圧、天気など、気候を述べるのに必要な気候の一面のことを、気候要素という。気候要素は、数えれば、霧がなく、雨の降り方、雪の質、台風の進路や勢力など多岐にわたる。一要素ごとにまとめる場合は、単純平均や、移動平均等を用い、表やグラフで表現すると理解しやすい。 いくつかの気候要素を同時に表現する場合、ウォンズ、ハイサーグラフ、クライモグラフがよく用いられる。広く使用される気候区分は、数キロメートル以上の大規模な地域の気候を区分したものである。一方、一地方や一国、都市の規模で見た区分があり、中気候や小気候と呼ばれる。最も広く使用される気候区分は、欠片の気候区分であるが、 他にも地表面における水収支によって気候を区分するソーンスウェイトの気候区分や風景によって区分するフローンの気候区分、気団や前線などによって区分するアリソフの気候区分などの気候区分が存在する。欠片の気候区分は植生に着目した気候区分である。まず気候を樹木が生育できる気候、樹林気候と生育できない気候、無樹林気候に分類し、 無樹林気候から乾燥度で乾燥帯、温度で寒帯を区分し、樹林気候は気温によって熱帯、温帯、冷帯、亜寒帯の3つに分類した上で、気温と降水量、降雨パターンによって各気候体内でさらにいくつかの小気候に分類されている。日本においては大気候として、中南部の温暖湿潤気候及び北部の冷帯湿潤気候のどちらかに、 国土のほとんどが属しているが、それとは別に、日本国内のみをいくつかの小気候に分類することも、やれている。日本国内の気候は、夏季のタウタ質と冬季の小雨乾燥を特徴とし、太平洋岸に広がる太平洋側気候、夏季に、やや降雨が少なく、冬季に豪雪となる、日本海側気候、年間を通じて、降雨量が少ない瀬戸内海式気候、年間を通じて、 温暖タウである南日本気候の各小気候に分かれている。太平洋側気候の内中央高知地方は年間を通じて零量であり、降雨量が少ない中央高知式気候と分類される場合もある。また、太平洋側気候は東日本型、九州型、南海型、日本海側気候はオホーツク型、東北、北海道型、北陸、 三陰型の小気候にさらに分かれている。ヒートアイランド現象は建造物、舗装や排熱などによって引き起こされ、都市気候と呼ばれる都市特有の気候を作り出す。微気候とは、洞窟やオアシスなど狭い地域の地形、またはビルなどの建造物によって作られる、周囲の大気候とは異なる地域である。洞窟の中は、外よりも気温が低く、生物環境なども、 周囲とは大きく異なる。オアシスには植物が密集しており、乾燥のために植物がない砂漠と比べて対照的である。同様に乾燥した地域を流れる川の下半には植物が生育する。コンクリートで覆われたビルの屋上はその性質のために温度が高い。しかし植物を植えるなどして温度を下げることが可能である。また地下や公園などの気候も 周囲と異なる微気候である。気候はそもそも変化する中の平均的状態であり、短期間である程度の変動幅を持つのが普通である。また、長い時間的スケールの中でも変化をしていく。しかし、その変化はしばしば自然や人間活動に影響を及ぼし、許容されないような被害が起こることがある。近年でのこの典型的な例が地球温暖化である。 一般的には、気候変動という言葉は、時間的、空間的スケールの代償に関わらず用いられる。しかし、気候学においては区別する場合があり、ある平均的な気候、平年状態に比較した、年度ごとの上下のばらつきを気候変動、クライマティックバリエーションと呼び、平年状態が徐々に変化していく場合を気候変化、クライマティックチェンジと呼ぶ。ただし、アンフシシー、 i p c c では、両語の意味が異なる。気候変動を参照。様々な研究により、数千年以上にわたって、長期的に見ると、気候には、周期的に変化するパターンと突発的に変化するパターンとがあることがわかっている。周期的な気候変動、気候変化の要因としては、太陽国点数の変化などに代表される、太陽活動や、 地球の高転軌道、自転軸の傾き、自転速度、近日点などの軌道要素の変化などがある。また、プレートテクトニクスも気候へ大きな影響を及ぼす。大陸は海よりも温度が下がりやすく、また熱輸送に大きな影響を持つ海流をせき止める役目を持つため、大陸の配置や移動によって各地域の温度が大きく上下するためである。例えば、 約2500万年前に南極大陸と南アメリカ大陸が分離してドレイク海峡が誕生したため南極大陸を取り囲むように誕生した南極海で寒流である南極寒流が誕生しそれまで南極大陸に到達していた暖流が届かなくなったこのため南極大陸に届く熱量は急減しそれまで一部にしか発達していなかった氷床が 南極大陸全土を覆うまでに成長することとなった。この南極の巨大な氷床は地球全土に大量の寒気を供給することになり、また熱帯地域との温度勾配が激しくなったために赤道周辺との間の大気循環が非常に活発となった。逆に北極は極点付近に大陸が存在せず、周囲をユーラシア大陸と北アメリカ大陸に囲まれているため、 大西洋から暖流が流れ込む北極海沿岸は南極に対してより温暖な気候となり大規模表彰はグリーンランドのみに発達することとなった。また、400万年前にはパナマ地境が成立して大西洋と太平洋の間の海流が遮断され現在のような海流が成立した。また、これにより太平洋の海水が大西洋に流れ込まなくなったためにカリブ海の海水は 北、大西洋北部にて深海へと流れ込むようになり、北、大西洋深層水が誕生した。そしてそれまでに存在した南極低層水と合わせ、熱炎循環も現在のようになった。また、突発的な気候変動、気候変化の要因としては、火山噴火、隕石の衝突、地殻変動、温室効果による温暖化、熱帯雨林の伐採などが挙げられる。 火山噴火による気候への影響は主に火山灰やに、山海王などが噴火によって大量に空気中に放出され、地表への太陽光の到達を妨げることにより起こる。もので、火山の冬と呼ばれるように基本的には気温を下げる、方向に作用する。1883年のインドネシアクラカタウ火山の噴火や1991年のフィリピンピナトボ山の噴火などの大規模噴火は、 その年の気温を0.5度から0.8度ほど下げ、その年に冷涼な気候をもたらした。これらの噴火の影響は小規模であり、翌年には空気中に放出された物質が洗い流されることで収束したが、さらに大規模な破局噴火が起きた場合、さらに大きな影響を気候にもたらすと考えられている。今から7万年前から7万5千年前に起きたと考えられている。 インドネシアとば火山の噴火は気温を平ら5度も下げ、人類を一時絶滅寸前にまで追い込んだとする理論、トバカタストルフ理論も存在する。ただしこれらはあくまでも大気中への火山灰などの大量の噴出が原因であり、中長期的に気候に影響をもたらすことはない。こうした影響を及ぼすのは隕石衝突も同様である。温室効果は、 人類活動の拡大と関連づけて論じられることが多い、口実が主な温室効果ガスである二酸化炭素自体は生命活動に伴い古くから普遍的に存在している物質であり、地殻変動などに伴い増減を繰り返して気候に大きな影響を及ぼしてきた。熱帯雨林の伐採は人間の活動が主原因となる人為的なものであり、 また19世紀以降の地球の平均気温の上昇に関しては化石燃料の使用を中心とする人間活動の活発化に伴うものであると考えられている。また、オゾン層の破壊、酸性雨などの地球環境問題も気候変化と関連して考えていく必要がある。現在、氷床コアによる大気蘇生の推定が約40万年前まで可能であるなど、 数十万年前の気候までは一定の精度で推定が行われている。遡るほど推定精度は荒くなり、また資料の性質のために変化周期も大きくなってくるので注意が必要である。過去には極端な気候変動が起きたこともあり、中でも極から赤道まで地表全体が氷床に覆い尽くされるスノーボールアース全球凍結と呼ばれる。 極度の寒冷期が訪れたとの推定が1990年代終わりより指示を得てきている。氷河堆積物や島上鉄交渉などの地質資料が証拠とされている。このスノーボールアースは22億年前と7億年、前、6億年前の合わせて3度起こったと考えられており、凍結終了後のエディアから生物群発性やカンブリア爆発などに結びつけて考える向きも多い。 地球の気候は温暖化と寒冷化を繰り返しており、300万年前に始まった第4期においては、4万年から10万年の周期で寒冷化した表記と温暖化した魔表記が交互に繰り返されてきた。直近の表記は最終表記と呼ばれ、7万年前期現在1万年頃まで続いた。最も寒冷だった最終表記最盛期 LGM2 万年前には、 海面は現在よりも120メートル低く、ユーラシア大陸と北アメリカ大陸はベーリング陸橋で陸続きだったほか、東南アジアの多くの島々や日本列島がユーラシア大陸と陸続きだった。ローレンタイド表彰、北アメリカやスカンジナビア表彰、ヨーロッパなど氷河が大きく南進していた。その後気候は現代まで続く寒氷期に入ったため急速に温暖化し、 紀元前5000年、紀元前3000年頃にかけての関心予の気候再温暖期、ヒップシサーマルには、北半球は平均で現在よりも摂氏2度程度暖かかった。アフリカではサハラ砂漠の大半が緑に覆われ、オーストラリアも降水量が多かった一方、アメリカ中西部や南アメリカのアマゾンでは降水量が少なかった。日本でも海水面が現在より3から5メートル高い。 縄文改新が起きていた。その後紀元前3000年頃には、気候は冷涼化をはじめ、ネオグラシエーションと呼ばれる召喚冷気を迎えた。これに伴い、サハラ砂漠では乾燥化が始まって、砂漠の南進が始まり、この傾向は現代まで続いている。しかしこの冷涼化は表記にまで至ることなく、相対としては温暖な気候の中で数百年単位で、 小幅な気候変動が繰り返された。10世紀から14世紀頃にかけての中世の温暖期においては、ヨーロッパを中心に温暖な時期が続き、グリーンランドへのバイキングの入植が行われた。その後、14世紀中頃、19世紀中頃にかけては商標期と呼ばれるやや寒い時期に入り、ヨーロッパや北、アメリカを中心にやや寒冷な時期が続いた。 グリーンランドの入植地は消滅し、アルプス氷河が拡大、17世紀頃には、テムズ川が凍結することもしばしばあった。この小氷期の原因については、様々な説があるが、そのうちの一つに、この時期が、シュペーラー極小期、マウンダー極小期、ダルトン極小期と呼ばれる、太陽活動の極小期に当たっていたことが、指摘されている。その後、19世紀より、 再び気候は温暖化に向かい、20世紀後半は過去1400年で最も温暖であったとの調査、結果が発表されている。21世紀に入ってもこの気温上昇傾向は続いている。この気温上昇の原因は、この時期始まった産業革命以降の人類の急速な工業化と、それによる二酸化炭素や温室効果ガスの増加によるものと考えられており、 地球温暖化として非常に問題視されている。エアコンなどの空気調和設備によって室内に外とは異なる気候環境を作り出すことを空気調和、空調という人工的な気候環境の調節には前述の他に換気や光量の調節など様々なもがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。